江戸山口の大江戸日記。どうも、大江戸日記のお時間でございます。いや、アラン・ドロン亡くなったんですよ、88で。俺はほら、俺たちの世代にとってはね、アラン・ドロンってのはもう美男子の代名詞みたいなもんなわけですよ。あ、いいね、アラン・ドロンぐらいね、いるとこだねって。そのアラン・ドロンが亡くなってショックだったんで、一応カミさんに、のぞみ、アラン・ドロンが死んだって言ったら、だからやっぱ世代なんだろうな、うん、あの太陽がいっぱい、うん、昭和35年かなのよ、見に行ったんですよ。あれタリラリラローか、これは名曲でね、ワルツなんだけど、ということでアラン・ドロン88。船の中でさ、お金持ちのモーリス・ロレと貧乏なアラン・ドロンがなぜか一緒にクルージングしてるわけですよ。で、食事のシーンで魚料理が出るわけ。その時にアラン・ドロンがこうやって持って魚を切ろうとしたら、モーリス・ロレが、お前育ちが悪いな、これは肉の時にこう持つんだ、魚介類はこうなんだよ、ガキの時に見た映画ですけど、今でもこれ守ってますフォークとナイフを出すか桂米丸さん亡くなりましたね、100歳、99かな、100かな。これで俺のあのお笑いスター誕生の審査員全員が亡くなった。大鳥圭介さん、京歌子さん、桂米丸さん、赤塚不二夫さんで、東八郎さんだった、全て亡くなられました。頭がね、ご褒美みたいに立ってるんですね、米丸師匠って、うん、あとはね、高石智也、関西フォークだね、あのナターシャセミ、俺フォークあんまりエレキの方行ったから、あの高石智也さん82ぐらいかな、昭和16年生まれなんだ、関西フォーク。そして今日お話しするのは園まりさんです。オンリーワンだもんね、あの人、八代亜紀さんと一緒で、ね、あの声聞いたら一発わかるよね、うんうん、愛したい人はかかっているの、これ神さんに、これなんか歌えるって言ったら、いや、園まりさんの真似しないだな、歌えるなんて言ってましたけどね。本名は園部真理子さんって言って、昭和19年生まれです。で、80歳で亡くなったの。2024年、今年の7月、急性心不全。でもね、2007年に1回乳がんやってるんですよね、あの人。それで1年後ぐらいに克服して、その話は確か徹子の部屋で話してらしたな。そしたら2019年再発、それから5年、あの急性心不全で亡くなったんね。俺大好きだったの、三人娘の中では一番好きだった。女っぽかったじゃないですか、女しててね。フジテレビでね、森永製菓の森永スパークショーってあったんですよ。これ鍋プロの3人が出てたから、伊藤ゆかりさん、中尾美恵さん、から園まりさんで、それでじゃあ3人スパーク3人娘とスパークショーの番組のタイトルからもらって、スパーク3人娘。中尾美恵さんは21年です、九州の生まれ。伊藤ゆかりさんは22年です、東京の生まれ。デビュー一番早いのは伊藤ゆかりさん、11歳だから。片身の十字架って1958年だから、昭和33年デビューですから、もう小学生ですよ。お父さんがジャズのなんかプレイヤーだったの。中尾美恵さんと園まりさんはデビュー一緒、62年、昋和37年。中尾美恵さんは、かわいいベイビー
わいいベイビー、コニー・ランシュのカバーね。当時はみんなカバーだから、伊藤ゆかりさんの鏡の十字架もカバーだから、ずっと3人ともカバーしてる。で、その前さんは同じ62年、昭和37年に鍛冶屋のルンバ、これもカバー。そうそうそう。で、4枚目に太陽は一人ぼっち、ラリリリリリリタリリリリリリリ、これ演奏だったんですよ、インスト、それ歌詞をつけて。当時よくやってたの、ザ・ピーナッツもブーベの恋人って曲はインストなんだけど、それ歌詞乗っけちゃう、なるほどなって。それから 8枚目が、女王蜂のテーマ、映画女王蜂あったの。でこれうちのバンドも何万目かのアルバムに入れてます。タレッタッタン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 ラッタッタン、演奏なのに単語系の、これなぜか知んないけど、その前さんは歌詞を作って歌ってるという、面白いですね。でね、俺たちが意識したのはね、昭和39年オリンピックの年かな、13枚目のシングル版、野に咲く花はどこへ行った、これはもう花はどこへ行った、タララララララテイリー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 ホークホーク、これ森山良子さんとかも死ぬほどみんな歌った、この花はどこへ行った。ここら辺であれと思って、ほんで15枚目のシングルはね、同じ39年に NHK 今日の歌っていう番組やってて、その中で発表した曲なんですよ。でそれがものすごい評判がいいっていうんで、それでレコーディングしたの。今は何も言わないで黙ってそばにいて、この小さな幸せを大切にしたい、ふっとやったてであなたの目が何か言いたそうで、私を見てるのそれだけでとっても嬉しい。うろ覚えですけどね、ヒットしたんですよ、これ。これはいい歌だった。で、その後に随分、15枚目が何も言わないでで、その後で随分、21枚目かな、2年後に会いたくて会いたくて、愛した人はあなただっけ、これ実はザ・ピーナッツの歌なんですよ。そうなの、手編みの靴下って元々があるの。この手編みの靴下調べて聞いてみてください、ネットかなんかで。手編みの靴下ね、これの歌詞を変えて、それで会いたくて会いたくてタイトルにした。俺は手編みの靴下のが先知ってたから、あれ盗作かなと最初思ったの。そうじゃなくて、あえてやったという。で、この辺りで日活の映画に結構出てます、渡哲也さんと。だってそのすぐ後に出したのが、あ、雨が降るから会えないの、来ないあなたやぼな人、濡れてみたいわ二人なら、夢は夜昭和41年、66年、これが一番最初です。この5年後に、あの石坂正夫さんが詩を変えて、藤圭子の、ね、圭子の夢や夜開く、赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花、どう咲きゃいいのさこの私、夢は夜開くだろう。で、これはあの曽根孔明さんが、なんか街でも流行ってたことがあって、それを引っ張ってきて、それに中村太地先生が作詞をして、でこの
昭和41年66年にそのマリで夢や夜開く、うちレコードありました、ポリドールだな確かね、うん、そんで今日はね、うん、シングル全部で56枚、一回ね、あの人ね94年に辞めてるんですよ、お父さんの介護で、でその間にずっと歌ってなんだろうとずっと歌ってきて、パッと間が空いてから考えてたら、お父さんの遺言、うん、歌はお前のためにあるんだ、マリコのために、うん、それでよしまた歌おうと思って、うん、2003年ぐらいからまた活動開始したんじゃないかな、シングル56枚、アルバム23枚で、今日はね、お宝めっけました。有楽町のね、じゃあ日比谷だ、日比谷に東宝ツインタワービルってあったんですよ、東宝は東の宝、この地下2階にヤングメイツっていうジャズ喫茶っていうか、まあ演奏を聴かせる店があったの、鍋プロがやってた、で今加瀬さんの息子さんがやってる、加瀬がやってたケネディハウス、あれはコリドー街っていって日本で最初にできた首都高の高速の下にある、あれはメイツだった、箱がこのメイツよりもでかくて、ステージがちゃんとボワーンとあって、タイガースも出てるしクレイジーキャッツも出てるし、結構割とバンドもたくさん入れるような、そのザ・ピーナッツとかね、フルバンドが一緒に入って、そのヤングメイツのお宝音源が出てきたんです。これなかったんですよ、これ中尾美恵さんと伊藤ゆかりさんと園真理さんが3人で共演したの、70年なんです、昭和45年のことで、この音源が見つからなかったのはマスターテープが出てきたんで、これを CD に起こしたのはこれです。ですごいんですよ、伊藤ゆかりちゃんの知らなかったの、こういうこんな歌を例えば園真理さんが歌ったりとか、で園真理さんの歌を中尾美恵が歌ったり、中尾美恵さんがこうそういうことがあって3人で歌ったりとか、で結構入ってるんですよ、全部で何曲だ、19曲入ってるのかな、で園真理さんこれ知らないと思うんでお聞かせいたします。園真理さんね、36枚目のシングル版、ちょうどこのライブの前に出たんだろう、70年3月に出てるんですよ、口づけ、川内浩範先生、だから森進一さんのおふくろさん書いたりとか、あとは青海みなしのデビュー曲、恍惚のブルースよ、ちょっとエロい感じの、うん、八代亜さん愛の執念ね、覚えていてよねあなた、もしも私が死んだらね、あなたの人生なくなるわみたいな、そんなかといって月光仮面の主題歌も書いてるからね、誰でしょう、その川内浩範先生が詩を書いて、宮川博先生、もう鍋プロのね作曲家アレンジャーで有名、宇宙戦艦ヤマトやった人ですからね、人の、作曲で口づけという曲だから、その前にさこの辺からもう歌謡曲系にこう行こうとしてるからね、それをねライブ音源で聴いていただきたいと思います。そのマリさんを忍んで、じゃあ行きます、口づけ行きますよ、さすがですね、さあお届けいたしましょう、そのマリさんになります。セリフが入ってる、ここがたまらない、
ほどほどになさいます。私それほど賢い女ではございます。だからその手お話になって。愛しみを君たすくはしたもな。女は情にすぐに流れ、君たやすくは口づけをしたもんな。お宝なんですよこれ。園真理さんっていうとみんなこの歌は出てこないね、うん、最初のうんって歌で行くとこの人はね、小学校の時からもうビブラートが結構あったらしいの。持ってる人あんまりいないと思うね。タブレット純くんでも持ってるのかな。ということで今日はですね、園真理さんね、どん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 オンリーワンの人がなくなっちゃうんで、一応なんとなく話しておこうかなという、ね、意外とスパーク三人娘の名前の由来がフジテレビの森永スパークショーに出たからっていうのを意外と知らない人が多いですね。ということで、13枚目のアルバム好調です。2020年7月24日に出たじゃないですか。でコロナで遅れちゃってレコーディングできなくて、本来3年4年前に出てるものが、今年の7月に発売になったということなんですけど、何曲入れたの ?4 曲か、うん、出ると思いますけど、ぜひ Amazon で3000でお買い求めいただけたらと思っております。江戸山口激突英気天国アゲインかな、タイトル忘れちゃったので、一つよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。